はい、今見ていただいた通り、こちらはなんと手袋型の電子ピアノなんですよ。その名もピアノグローブです。こちらは鍵盤がなくてもピアノの音を出すことができる。斬新かつめちゃくちゃ面白いアイテムです。じゃあ早速中を開けていきたいと思います。はい、ということで、中にはこちらのグローブ、まあ、音が出てくる機械、なぜかご丁寧に日本語の説明書も入ってました。ありがたいです。はい、こちらで準備完了です。グローブをつけてみました。ちょっと音が出ますかね。おお結構強めに鳴らさないと、押さないといけない。このグローブからどういう風に音が出てるのかっていうと、指一つ一つにこの先っちょにセンサーがついてるんですね。で、ここに触れると音が出るっていう仕組みです。なので、まあ、弾いてみると、クリア鳴りました。で、先のラシドはもう一個ここにもセンサーがついてるんですよ。で、そのセンサーを押しながらまあこういう風に弾くとラシドが弾けるはずなんですけど、なかなかこの指が鳴ってくれません。なりました。無理やり押さえたらなんとかなるっていう感じです。実際に弾いてみたらセンサーの反応が悪くて、で、特に右手の反応がとてつもなく悪かったので、かろうじてまだ生きていた左手にセンサーがより反応しやすいようにちょっと硬いものをつけて、メリーさんの羊を弾いてみました。センサーが指にぴったりとつけばもしかしたらちゃんといい音が鳴るかもしれないんですけど、まあ、私の場合手がちっちゃいので上の方が余っちゃったりしたんですね。ここを頑張って引っ張ったりしたんですけど、それでもあんまりうまくいかなかったので、こういう突起物を上に貼ってたらなんとかなるようになりました。なので、まあ手が大きい人とかだとちゃんと弾けるかもしれません。ということで、今回はこちらのピアノグローブを使って指演奏に挑戦してみました。それでは以上、ピアノグローブでした。バイバーイ。全然曲が弾ける。